はい、玉ねん著名人研究家の小村です、えー、今はですね、もうここに来ております関野家の前でございますねはい、前回の動画ではですね、えー、美術士会の尖閣者としてですね数々の建築遺跡の発見をされてき、えー、ました関野忠さんのご紹介をさせていただきましたこの動画はですね、そのご長男で 父親と同じく建築史学者の道を歩みまして、日本で初めての古代住宅の復元となるトロ遺跡のですね、縦穴式住居の復元に成功されました、関野正さんのご紹介をしていきたいと思います。関野正さんでございます。お墓は父親と同じですね、ロック一種十二側の27番でございまして、もうこのお墓到着しております。はい。 こちら正面が関の家の墓でございますそして、えー、墓所右手側にですねこのように墓地もございます、えー、関の正さんからしてですね、えー、おばあちゃんにあたる、えー、のがですね一番右端にある関の八重さんですね八重さんですそしてお父さんの、えー、正さんはこれ右から4番目に刻まれてますねそして正さんが この左から2番目です。この勝と書いて、えー、マサルと読みます。お隣の和子さんは奥様でございます。はい。それでは関のマサルさんのですねご紹介していきたいと思います。関野マサルさん東京のご出身でございます。 えー、お父さんは前回の動画で紹介しました、えー、美術司会の選択者関野正さんそしてお母さんは喜代さんでございますねそのご長男としてお生まれになりました弟にはですね、えー、関野武さんという方がおりましてこの方考古学会の会長も務められました考古学者でございます 関徹さんは旧制浦和高等学校理科高類を経てですね1933年昭和8年に東京帝国大学工学部建築学科を卒業されました当初はですね建築デザインに興味を抱きましたが大学院に進学すると父と同じ建築士をですね専攻されまして日本の住宅史研究に力を注ぎます。日本古代住宅史の研究を皮切りにですね 古代中世の住宅建築に関する調査研究に優れた業績を挙げました1935年東京美術学校の非常勤講師を務めますそして1937年足立康史さん福山俊夫さん太田博太郎さんだとともにですね建築史研究会というのを結成されました関野さんは会の基本的性格でありました文献実証主義に立脚して日本住宅史の研究の一つ 清掃印文書に基づく奈良時代の藤原の豊成伝の復元などを含む古文書による奈良時代、えー、住宅建築の研究によってですね第1回建築学会賞を受賞されております1938年大学院博士課程を満期退学しまして1940年に東京帝国大学助教授となります そして、1941年、同大学第二工学部設立準備委員会常務幹事を経て、翌年より新設されました第二工学部勤務となりました。1942年、我が国における住宅史建築の初めての通史となります日本住宅商史を完行。原始時代から同時代のモダニズム住宅までの流れを整理されました。 しかしですね、この時期は太平洋戦争中でございましたので、1943年の12月に応賞されます。戦争末期には松代大本営の賢所の工事に関与されたとされております。そして終戦直後すぐにですね、日本住宅建築源流と途上住宅の成立によってですね、この論文によって工学博士を取っております。 1946年、東京帝国大学第二工学部教授に就任、1947年には弥生時代後期の遺跡であります、トロ遺跡の発掘が始まると遺構と湿度木材をもとにです、ね、上屋、上屋というのは建築の地上部分のところですね、この復元を担当されます。 トロ遺跡の竪穴式住居部材のですね発掘を機にですね日本で初めて古代住宅の復元となるトロ遺跡縦穴式住居復元を行いました、まあ、これまではですねどんな形の家に住んでいたのか全くわからなかったわけなんですね、まあ、写真とかねそういう絵とかが残ってたわけではございませんのでですのでそういう発掘される遺構とかですね出土する木材などをですねそこからこうイメージしてそして復元して そしてついにですねトロ遺跡の縦穴式住居の、えー、この復元に成功されるわけですねこれ日本で初めてでございました古代住宅の復元となるこのトロ遺跡縦穴式住居復元、えー、これが我が国においての太古の住居イメージを実証的に提示したものでございます、えー、以降はですねもう皆さんも,もう見たことがあるように教科書や各種出版物でですね、えー、この住居イメージというものが、えー、もう すごく出回りましてまあ、留フされましてそして定着していくことになりましたまあ、これをきっかけにですね、えー、日本では考古学ブームというのが沸き起こったわけでございますそして、えー、原子の住居の一般的なイメージというものがまあ、この関野正さんの手によって形作られたということでございます トロ遺跡の経験を踏まえたトロ遺跡と建築史の反省ではですね10代の様式中心の建築史のあり方を批判してですね技術史研究の必要性を主張されましたまた洋式史はですね建築の墓場となるだろうなどとですね述べてですね議論を呼びました1949年の東京大学第二工学部の生産技術研究所への改組に伴ってですね 建築土木の講座の担当教授となりますこれによってですね日本の木工技術の研究に着手をしますまた爆発の洋館や工場建築の実測調査を組織的に行い日本近代建築の実証的研究に先弁をつけました同時期に爆発から第二次世界大戦終結までを扱った最初の建築通誌を執筆されております 一方1949年に起きた法隆寺近藤のですね炎上によって貴重な文化財を保存することへの意識が高まる中文化財保護委員会事務局が1950年にですね設置されますその建造物課のですね初代課長に任ぜられました以後建築史学の調査研究と文化財の保存という両分野にわたって活躍されることになります 1 9 5 2年、東京国立文化財研究所保存科学のです、ね、部長も兼任されます法隆寺、鎌倉の大仏、姫路城、松本城など大型建造物のです、ね、修復や解体修理などに従事数多くの保存事業を指揮して保存修復体制の近代化を進められました。1965年、東京国立文化財研究所の所の長に就任。 1969年には東京大学を定年退会にしまして名誉教授1970年からはですね財団法人万博協会美術展示委員そして1972年には宝塚古墳保存対策調査委員などですね古墳壁画の保存指導にも尽力をされました1973年普及木材に化学的処置を加えて多様化し再使用することによる 古建築復元など国宝重要文化財の調査にガンマ線を用い文化財の保存科学に画期的な方法を確立されましたこれによってですね日本建築学会賞を受賞されておりますこれ2回目ですね1978年東京国立文化財研究所をですね退任されまして博物館明治村の館長に就任されております 1986年には文化財保護に関する国際交流の尽力により日本建築学会大賞受賞1989年平成元年にはイコモス国際記念物遺跡会議の国内委員会設立の業績によってです、ね、ピエロ・カゾーラ賞を授与されました1990年長年にわたる国宝重要文化財建造物の修理復元の功績 文化財保護、人材育成などの功績によってですね、文化功労者の表彰をされております。去年は91歳でございました。えー、架橋ではございましたが、関野正さん、建築史学者関野正さんのご紹介させていただきました。 前回ですね、お父様、関野忠さんの時にですね、お花あげさせていただきましたので、ここではですね、合唱したいと思います。はい、合唱させていただきました。関野雅さんのご紹介、関野家のお墓参りでございました。 以上でございます。